はですね、楽天モバイル僕使ってるんですけど、もうテザリング機として使ってるんですけど、うんうん、めちゃめちゃいい。まあまあ俺も使っててそう思う。めっちゃ良くない？めっちゃいい。結局めっちゃいいよね、うん、あのサポートが悪かったり、うん、なんかいきなり使えなくなったりして、うん、文句はある、たくさん。まあ文句はあるけど、うんうん、でもめっちゃいい。だけど欠けてんのよ。あ、俺ももう新しいの買った。あ、買った、うん、で、なんかそこ弱くない？結構弱い。で、これが結構弱いから、そこは商品開発部の人にどうにかしてもらおういたいなと思ってこの動画を作ってるの。だからガラスが弱いってことでしょ？そう、なんかこのガラス、買いました、このガラス。ほうほうほう。このガラスが、もう2個目なんだけど、これ、うん、じゃ弱いのよ。これ楽天のものなの？楽天のもの。あ、俺違うの買ってるわ。あ、マジ？専用なのに弱いの。専用なのに弱い。だから強くしてって言ってんの、俺は。今これめっちゃすごくて、うん、絶対ハリミスしないよっていうやつ。あ、枠ついてるやつだ。そう、ちょっとそれを見せたくて今日は。あ、あ、なんだろう、どうしたんだろう。割れる原因ありそうだな、この人。人間の方に割れる問題がありそうだな。信用はならない、この。確かに今のやつには割れる原因ありそうだな。確かに。これこういうのついてんのよ、枠が。うんうん、バンパーみたいなね。うん、これすごいよ、それを見せたくてさ。このガラス剥がさなきゃいけないんですよ。うん、ちょっとすっげえ買ってるんだけど。硬いってことは丈夫なんじゃないの。入った。ああ、周りの ベゼル、うん、もあるんだ、そうって。そうなんですよ。これ何、どこに売ってんの？楽天市場。楽天市場、楽天ブックスかな。綺麗だね。もうなんかこれも貼らなくてもいいけど、もう生使いでもいいんだけど。いや、これが使いやすいっていう動画なんで、今のところ悪口言って剥がして、うん、ベリベリにして使わないっていう。で、これをつけます。はい。これのためだけにあんのもんね、これ。すごいよね、存在理由が。なんか、あ、それでもいいんじゃない？バンパー？うん。あ、これを剥がすと。もうこっからあれ、ホコリ入る可能性。オッケー、じゃあもう静かにしてしないとダメか。うん。で、貼り合わせシールで接着面か、こうか。ほら、もういった。はいや。これ貼れたんじゃない？うん、貼れたね。で、カッパって外したらもういいんだよ。で、グッグッとつけてください。すごい、端までぴったりいくの。こう、こんぐらい。おお、でも結構綺麗。うん、穴もちゃんと端まであるタイプのね。うん、俺もそういうの好き。でも正直さ、なんかこれちっちゃいからさ、うん、なんか割れない気がするんだよね。そう、だからちょっと扱いが雑になってんだと思う、俺。ポケットの中に、うん、家の鍵と一緒に入れてない？入れてる。それで割れてるなと思ってる。家の鍵で。家の鍵で。絶対そうだ。じゃあ入れてる方が悪くない？そう、悪いのは大塚兄弟。いや、楽天さん強くしてくださいよとか最初言っちゃってたじゃん。言ってた。だからそれやばいじゃん。やばい。まあ出たね。結局だよ、ほんとこれ結局マジこの家、ネット使えなかったのよ、うん、ずっと、うんうん、楽天ミニのこうテザリングでやってたんだけど、1日10ギガまでは無料で、うん、動画のアップもだから4本ぐらいまではいける。1日でね。1日で4本以上いっちゃうとちょっともう無理だったけど、1日で4本ぐらいまでいけるからマジ優秀だったよ。ゲーム実況もできたもんね、これで。できた。あの Zoom でのミーティング、うん、外部の方との、うん、仕事のミーティングもできたし、まあちょっと弱かったけどね。弱かったけど、画素は悪かったけど、ただですから1年間まだただでしょ。確かまだただ2000で1年間終わってからもう2980円なんだけど、うん、私2980円全然使います。お、まあちょっとエリアが限られてるから、まあ、エリア外行っちゃうと、正直俺んちはエリア外なのよ。でそれで2980円払う気持ちになるんだ。全然なる。あ、なんか家 Wi-Fi あるからか。そう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 、だからあの移動中に使うじゃん、うんうん、ネットを。 CM 的に電話ただって歌っちゃいけないらしいのよ。これ、あ、そうなの？アプリ使わなきゃいけないから。ああ、そうかそうか。そうだけどアプリ使えば電話ただなのよ。うんうんうん、
そうめっちゃすごくね、だからあの1年間は何もかもタダで、うん、で別に解約料もかかんないのよ。そう何もかもタダで持てるんだから、あの本来なら文句言っていい立場じゃないのよこっちは。まあ本当そう、俺なんて端末もタダだったから、俺は端末は金かけてるから。だから今迷ってる人は、うん、あの別にね、あのやめりゃいいんだから、うん、買いなよ。鎌倉に持ってった時に、うん、あの何も使えなくなっちゃって緊急通話しかできませんになっちゃって、もしかしたら電波の切り替わりがうまくいかないと、うん、そういう風になったりする人がいるみたいな。そういう時にパニックが起きた時に、うん、楽天さんは楽天モバイルは、うん、あの対応が結構ないから。なるほどね。その時は良くないけど、うん、でも言った言うたかってただだから。まあ確かに。でも今日は文句言ってる動画だよね。だそれはここが弱いから。うん、それではバイバーイ。よく我慢した。俺これやりたくないんだよ。曲もうなくしちゃってさ。俺もさ前の BGM ないんだよ。ボーナスタイムやろうとしてもちょっと曲がないから、うん、ちょっと曲見つけてからボーナスタイム、ドッチキドゥみたいなやつがないとないよ。ボーナスタイムできないんだよ。お風呂に入ろう、心が安らいでゆくよ。なんかもうここに来るアラバ飽きたでしょ。えそんな飽きたでしょ。だからいや、ここに置くのはどうかなと思って。ここ、よしよしよし、やろうよ。何やってんの。なんでなのこれ。今何は、なんでなんだろう。これ一匹いける、これで。ちょっとやってみよう。もう見た目はいいじゃん。こっちから撮るときはね。うん、向こうから撮るだろうね。朝、うん、俺とさんが出勤時間が重なって、うんうん、冷蔵庫に飲み物を取りに行くタイミングが重なったタイミング、はいはいはい、ちょっとやってみよう。あ、おはようございます。あ、取れますか。はい、ポップ。あ、できた。できたよ、全然できたよ。いいじゃん、いいじゃん。で、こうか。動画で見るとやっぱこの絨毯をもっとピタッとしたい。あ、確かにね、ちょっと空いてるのダサい。ピタッとしよう。いやー、俺もそっちが行っちゃった。最高やん。こんなやりたかった。これがやりたかったのよ。よかった、やっとできた。